はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。自己満足美容師には気をつけろっていう部分について話していきたいと思います。はい、自己満足美容室って美容師って何なのかっていうとですね、まあ、今回話す内容っていうのは全く皆さん通ってるサロンの美容師さんは全く関係ありません。ですので皆さん信用しないでくださいね。ちょっと最新のね、他の美容師が使ってないトリートメント、まあもうなんか自分のこと言ってるみたいですね。なんか最新のトリートメントをやってますよ、でこれもあれもこれも、うんちくでこれもこれもこうやってこうやってってやってますよみたいな、だから自分のこと言ってるみたいですね。まあ一人置いといて、でなんかいろんな付け足すわけですよ。いろんなねトリートメント、こうはいケラチンだなんだかだなんだかだみたいなね、はいワンツースリーみたいな感じでもうどん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 付けて、ね、結果あれみたいな。例えばはい、じゃあパーマかけるから前処理めちゃくちゃします、前処理パンパンパンみたいな感じで、ケラチンが必要で何々必要で髪を何だかするのでこれが内部に必要でみたいな感じやりますよね。はい、パーマ液浸透しませんみたいな、パーマ液あげますみたいな、かかりづらいですねみたいな、いやかかりづらいんじゃないですよ、あなたが無駄なことしてるからですよね、っていうことですよね。余計なことしすぎて本末転倒になってることすごく多いんですよ。余計なものを足して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 いくから、この足してる壁に対して薬剤が対応できないんですよ。パーマ液とかカラー剤とかが、はい、で、結構染まりが悪いとかパーマのかかりが悪いとか、そういうことになるわけです。乳液の処理ができないとか、まあブリーチもそうですね。はい、もうブリーチにケアする成分を全部入れましたみたいなね、はい、もうこのブリーチ絶対痛まないよみたいな感じで、もうなんかもうむしろ髪質良くなるよこのブリーチぐらいの感じでこうねやってですよ。であれ明るくならないから結局、いやなんか髪質結構抜けづらいんで、希望の色にすればなかなかいかないですねみたいな感じで、いやそれしなきゃ普通に明るくなってるからみたいな、そういうね、余計なことしなきゃ明るくなって色入ってるからみたいな、でそういう付け足し付け足し付け足しで、ここには付け足しの、この付け足しには金額がかかってるわけですよ。でもその美容師さん悪いっていうか、もう勉強熱心だったりとかしてたくさんたくさんこんもりこうなってるわけですよ。でこれには材料費かかってるじゃないですか。ということは金額を上げないわけ、上げないとダメなわけですよね。で、お客さんと対して、お客さんもやっぱ安い方がいいわけじゃないですか、できれば。だけどもうこんもりしたのはお客さんは実感できないまま、実感できないまま帰るわけですよ。でもここのこんもりしたのはお客さんは感じれないから、美容師さんが口で洗脳するわけですよ。これとこれを使ってこうなったからこの髪質こんなに良くなりましたみたいな。だから口がうまい美容師さん結構多いんですけど、はいこんなにやったからって自己満なんですよね。このこれとこれとこれとこんなにやったからもう髪質こんな良くなったでしょみたいな、まあ、僕もね結構言う時あるんですけど、はいどうだみたいなね、じゃあ金額はこれですみたいな感じでこれに上乗せされて、でお客さん、うん、なんかあやって言ってたからも確かにいい感じはするけどあんま変わんねえなみたいな、数日経ってからね、うん、でもああやって言ってたから信用してる〇〇さんが言ってたからまあいいはずなんだろうなっていうね、洗脳されてて、まあ、そういうふうにこう思うわけですね、うん、まあ、だから口うまい美容師さんにちょっと気をつけた方がいいかなっていうのはありますね。実際にこう足して足してってやるのはちょっと危険な部分があって、逆に減らす減らす減らすぐらいの方がシンプルにできます。必要なところに必要なものがあって、必要ないところにはいらないものがあって、必要ないとこに必要ないものを付け足すからわけわかんなくなっちゃうんですよ。だから一回全部排除してやった方がね良かったりするわけです。余計なものない方がね、シンプルですよ。でシンプルにやった結果、あこれが必要だなっていうのを足していけばいいんですけど、最初からボンボンボンってなってるからもうこの必要ないものがついちゃってるんで、結果出ないわけですよ。で結果もわからないんですよ、何が悪かったか、こんなになってから、いやこれなのかこれが悪かったのかこれが悪かったのか、本当はこの薬剤に対して放置時間だったりとか、他の部分がねロット設定だったりとかパーマの場合はね、そういうところを見直さないとダメだったりするんですけど、それ以前にこいつなのかこいつなのかこいつなのか、それともこれなのかともう迷うんですよね。で今度これを違うのにまた新しく出たからこれを足して、でこれがなくなって今度これよりも新しいのを足してと、で、いや周りの美容師さんもこれ使ってるから流行りで今度これを足すと、もうわけわかんないですよ、何を抜いていいのか。
で、これを足すことが自分の自分の中のこうステータスというか、なんかちょっと違うことやってるよみたいなね感じだったりとかですね、実はすんごい単純だったりとかしてて、例えば高単価サロン行くとやっぱりいろいろつけるんですよ、ポンポンポンって。安売りつけると、安売りサロン行くとあんまつけれないわけじゃないですか、あの薬剤のね、やっぱりコストもあるんで、意外と安売りサロンがうまくいったりする場合もあるんですよ。だけど高単価サロン行ってボンボンボンって行って付け足してるから結果が出なくて、はいあれっていう、お金出したけどうまくいかないみたいな、これね実は結構あるあるなんですよ、ええ、なので結構自己満足でこうやってる、これ結構危険ですね。一回そういう場合、美容師さんも迷ったら全部排除する、排除してゼロの状態から必要なものをまず使ってやってみる、で検証して何が足りなかったか、足りないものを足していく、これダメならこっち、そうですね、そういう感じで、やっていくってことですね。で僕自身もちょっと美容師以外に、投資の案件をちょっとやっておりまして、投資の案件で、トレーダーみたいなのもちょっとやってるんですけれども、それって例えばそのトレードするにあたってチャートってあるじゃないですかね、こうローソク足とか、これってインジケーターとかもめちゃくちゃこう入れるわけですよ、インジケーター、移動平均線、なんだろうな、あとはボリンジャーバンド、ちょっとわかんないかもしれない、ボリンジャーバンド、移動平均線、あとはなんだろう、まあインジケーター3個ぐらいも混ぜてとかね、もうわけわかんなくなるんですよ。なんか結構実はすごいね、そのシンプル、どん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 何年もやっていくと、最初のうちはもうつけてつけて、もうわんさかの情報の中で、いやこれもダメだった、あれもダメだった、そしたらこれを足そう、あこれもダメだった、これも足そう、あこれも足そう、あこれも足そう、あわかんないってなっちゃうんですよ。うわーなんだー負けてんじゃんみたいな、こんなに頑張って勉強したのに負けてるってなるんですよ。でそういうのをたくさんたくさん壁を乗り越えてって、最後にあれ意外とシンプルでよくねっていうのがなるわけですね。そうするとちょっと負けなくなってきたりとかするわけなんですけど、最初のうちってもうこれもこれもこれも付け出して、もうどうだぐらいのね感じで、もうなんかどこ見ていいか分かんないですよ。いやボリンジャーバンドマイナス2シグマいったから、プラス3シグマだからもう落ちるだろうみたいなね、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあ、例えばそういうのインジケーター、ストキャスが上だから下だろうみたいなね、でマクディが交差したからデッドクロスだからこうでしょ下がるでしょとかね、まあ、そういう風にわけわかんなくなるんですよ。だからそうなってくると勝てないんですよ、そうやってるうちは。そう結構実はシンプルだったりするんですよね、手法っていうのは。でそういうその要は手法を、まあ、この投資に関しては手法をこう探ってるうちって勝てないんですよ、いい結果出ないんですよ。でそれと同じで例えるとしたら今みたいな感じなんですけど、美容師さんでもなんかこれもこれもこれも足してやってると分かんないんですよ本当のことって。なのでこれもこれもこれも一回なくして、シンプルにまっさらの状態にして、必要なものをちょっとずつ足して、ダメはいダメはいダメダメってシンプルな状態でやっていった方がいいと思うんですね。だもうなんかもうね迷ってる人ってもうなんかねチャート上がもう線だらけになったりとかね、もうここでここの線がこの線に対してここにぶつかったからもう下がるだろうとかね、もうわけわかんない線だらけなんだ、わーってもう全部線だらけ、もうこんなになっててね、もうそのボリンジャーバンドはあれ線はあれもうなんかインジケーター下にあってみたいな、もうなんかぐっちゃぐちゃで見づらいんですよね、ピボットあってとかみたいな。なんででも勝ててる人って結構シンプルなんですよ、さらっとしてる、見やすいということで、まあ、ここはねつながるんじゃないかなっていうことで、いろいろ付け足すとうまくいかないんですよということで、シンプルイズベストということを僕は今日言いたかったということですね。はい、そういうことで、必要なものを必要なところに必要なだけ使うと、これがベストだと思います。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。今回の内容は全く嘘ですから、皆さんの通ってる美容室の美容師さんは全く関係ないですから、皆さんは安心して美容室に通ってください。はい、よければチャンネル登録お願いいたします。これからもモチベーション
皆さんのチャンネル登録といいねボタンで僕のモチベーション上がってもっと頑張ろうと思いますので皆さんお願いいたします。はい、まあ、美容師さんからしてみたらね、こういう動画上げられるとちょっと迷惑かなと思うかもしれませんが、これ全く嘘ですから、皆さん気にしないでいてください。ご視聴ありがとうございました。